ヘラルド・ダニエル・マルティーノは、アルゼンチン・ロサリオ出身の元サッカー選手。サッカーメキシコ代表監督。サッカー指導者。元アルゼンチン代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。地元、ロサリオのニューウェルズ・オールド・ボーイズからデビューし、10年間で、リーグ戦392試合に出場した。1991年には短期間だけスペインの、 CD テネリフェに在籍し、その後ニューウェルズを挟んで CA ラヌース、エクアドルのバルセロナ SC でプレーした。ニューウェルズでの二度目の在籍時には、マルセロ・ビエルサ監督の指導を受けているが、マルティーノは、自他共に認めるビエルサの弟子であり、後の指導者経歴にも、ビエルサの影響が強く現れている。1996年に、チリの CD オヒギンスに在籍したが、プレーすることなく現役引退した。ニューウェルズでは公式戦、通算505試合に出場しているが、これは、クラブの歴代最多記録であり、ファン投票によりクラブ史上最高選手に選ばれている。1998年、CA アルミランテ・ブローンデ・アレシュフェスの監督に、就任して指導者の道を歩み始め、2002年から2003年まで、 引いた、クラブリベルタでは、リーガパラグアージャで2連覇を果たした。2003年にセロポルテーニョに移ると、セロポルテーニョもリーグ優勝に導き、2006年にも、クラブリベルタで3度目のリーグ優勝を成し遂げている。同年のコパリベルタドーレスでは、アルゼンチンの CAA リーベルプレートなどを抑えて、グループリーグを首位通過し、決勝トーナメントでは、 メキシコのオンルティグレス、CA リーベルプレートを撃破して、準決勝に進出した。準決勝では、ブラジルの SC インテルナシオナルと対戦し、優勝したチームに2試合合合計0から2で敗れたが、クラブ史上最高位のベスト4という快挙を遂げた。クラブの監督時代には7年間連敗しなかったという、記録を持つ。パラグアイ代表2007年2月、 アニバル・ルイス監督に代わってパラグアイ代表監督に就任した。同年6月から7月にはコパ・アメリカ2007に出場しアルゼンチン、コロンビア、アメリカと同居したグループリーグでは2勝1分の好成績でアルゼンチンに次ぐ2位で決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメント1回戦ではメキシコに0の6と大敗し、 コパアメリカ2004と同じベスト8にとどまった。2007年10月から行われた 2010FIFA フフワールドカップ南米予選では開幕から5戦無敗とスタートダッシュを決め、2008年6月15日にはホームでブラジルに2-0と干渉した。ハイプレスでボールを奪い素早く展開してシュートに結びつけるカウンター戦術が持ち味であり、 予選一巡目終了時点で不動の首位に立っていた。戦術が研究された二巡目には成績を落としたが、常に本大会出場権獲得圏内を保ち、10勝3分5敗のサ位で 2010FIFA ワールドカップ本大会出場を決めた。2010年1月には、エースの FW、サルバドール・カバニアスが銃撃される事件が起こったが、 アルゼンチン出身の FW ルーカス・バリオスを素早く帰化させて代表に加える対応をとっている。本大会出場メンバーの中にはバリオス、MF ホナタン、サンターナ、MF、ネストル・オルティゴサの3人のアルゼンチン出身選手が含まれパラグアイ代表のアルゼンチン化に対してはパラグアイ国内で否定的な意見も聞かれた。 2010年6月から7月にかけて南アフリカで開催された 2010FIFA ワールドカップのグループリーグはイタリア、スロバキア、ニュージーランドと同組に振り分けられた。初戦のイタリア戦は1-1と引き分け、2戦目のスロバキア戦は私たちが90分試合を支配したと語るほどの内容で2から0の解消を収めた。3戦目のニュージーランド戦で キャプテンのデニス・カニサを初出場させる余裕を見せ、0から0の引き分けで試合を終えた。グループリーグを1勝2分で、首位通過し、決勝トーナメント1回戦では、日本と対戦した。延長も含めて120分間は0から0と、スコアが動かなかったが、PK 戦の末に勝利して、パラグアイ史上初のベスト8に勝つ進んだ。 準々決勝では優勝したスペインに0の1で敗れたが、マルティーノのチームは、固い守備力やチームの一体感が評価された。なお、日本戦の試合前には、自宅が窃盗の被害に遭っていたことが判明している。彼の4年契約は 2010FIFA ワールドカップまでであり、当初は契約を延長するつもりがなく、7月5日には、 パラグアイ代表監督を退くことを発表したが、7月10日、コパアメリカ2011まで、パラグアイ代表を率いることで合意に達した。2011年7月に開催されたコパアメリカ2011では、チームの中心選手である FW、オスカル・カルドスを外して、国内リーグ特典王の FW、パブロ・セバージョスをメンバーに加えるなどし、 2010フィファワールドカップで好成績を残したチームの引き締めを図った。大会前の親善試合では守備の強化を模索し、負けないサッカーで上位進出を目指した。グループリーグはブラジル、エクアドル、ベネズエラと同組となり、初戦のエクアドル戦は0-0のスコアレスドローであったが、2戦目のブラジル戦は途中出場の FW ネルソン・エドバルですが、 得点するなど采配がさえ、前回大会発射相手に2から2の引き分けに持ち込んだ。3戦目のベネズエラ戦は3の3の引き分けとなり、3戦3分の勝ち点3でグループ3位であったが、グループ3位国の中で成績上位の2国に残り、決勝トーナメント進出を決めた。準々決勝は、グループリーグでも対戦したブラジルとの対戦となったが、 守備的な戦術で、スコアレスドローの末に、PK 戦に持ち込むと、相手キッカー全員が PK を失敗するという、幸運もあって、準決勝進出を決めた。準決勝は、グループリーグでも対戦したベネズエラとの対戦となったが、やはり、スコアレスドローの末の PK 戦に勝利して、1979年大会以来の決勝進出を果たした。なお、 この試合で審判を批判したことにより退席処分を受け、試合後にはベネズエラのセサル・ファリアス監督と口論になったことから、決勝のウルグアイ戦ではベンチ入り禁止となった。グループリーグから5戦5分未勝利で決勝に勝ち上がったが、決勝のウルグアイ戦は終始劣勢に立ち、選手交代も得点には結びつかなかった。0から3と乾杯し、 32年ぶり3度目の優勝はならなかった。さらに大会後には守備的な戦いを批判されたことを理由に代表監督を退任した。ニューウェルズ2011年末にはコロンビア代表監督のオファーを断った。2012年、ニューウェルズオールドボーイズ監督に就任するとチームを降格から救うどころかリーグ優勝まで導き、コパリベルタドーレスでは ベスト4まで勝ち上がった。シーズン終了後に辞任した。FC バルセロナ2013年7月19日、当時 FC バルセロナの監督であったティトビラノバが、健康上の理由から急遽退任することが発表され、23日にマルティーノの就任が発表された。契約は2年間、欧州クラブでの初の式となる。2013から14シーズンは、 スーペルコパデエスパーニャでアトレティコマドリードを破り、さらに9月28日のリーガ第7節、UD アルメリア戦では、クラブ史上初の開幕7連勝を達成。UEFA チャンピオンズリーグでは準々決勝でアトレティコマドリードに敗れ、ベスト8に終わった。コパデルレー決勝ではレアルマドリードに敗れて2年ぶりの優勝を逃し、リーガでは、 最終節でアトレティコ・マドリードと引き分けて、連覇を逃すなど、リーグ戦とカップ戦では無冠に終わった。最終節終了後、2013から14、シーズン限りでの対談が決定した。アルゼンチン代表2014年8月、アレハンドロ・サベーラの後を受けてアルゼンチン、代表監督に就任することが発表された。コパ・アメリカ2015では、 決勝進出を果たすものの、開催国のチリに、PK 戦で敗れ優勝を逃した。大会全体では6試合で3勝3分、対象した、パラグアイ戦を除けば5試合4ゴールと、定調な内容に終わった。翌年のコパアメリカセンテナリオでも、決勝まで進みながら、同じチリに敗れ、監督を辞任した。アトランタユナイテッド2016年9月27日。 メジャーリーグサッカーに参戦するアトランタユナイテッド FC の監督に就任することが発表された。2018年には MLS カップ初制覇へ導き年間最優秀監督に選出された。メキシコ代表2019年1月7日、メキシコ代表の監督に就任することが発表された。クラブクラブ、ありがとうございます。